セクシーゾーン中島健と、スノーマン向井康二は、重岡にマウント取り出してて。15年来の仲ゆえに嫉妬。セクシーゾーンの中島健人が、28日放送のラジオ番組、レコメン、文化放送、毎週月曜から木曜夜10時、内の番組、セクシーゾーンのクワゾン、文化放送、火曜深夜0時35分に出演。スノーマンの向井康二との関係性を明かした。中島健と古い付き合い、向井康二のマウントを告白、俺の肩構えに、自身が主演を務める2024年1月スタートのカンテレフジテレビ系カドラ、イレブン、リビングの松永さん、火曜夜11時、で向井と共演する中島は、向井康二は、ケンちゃん、という役で僕の古くからの友達の役なんですね。で、本当に15年ぐらい前から。向井康二とは入所当時ぐらいからの古い付き合いなので、別にストレスがない、と役と同じく向井とは窮地の中であることを告白した。